子供に言う草の天平。子供よ、ここへお座り。お前はさっき石を持って喧嘩をしていたね。そういうことではいけない。石を押捨て。人は少しでも自分と違う力を借りてはいけない。いつかも一緒に歩いているとき、お父さんがいるんだぞと言っていたことがあった。自分はああいうとき、本当はお前のそばにいないのだ。あの子がお前より強ければ、強いように打てばいいと思うし、お前が強ければ強いように、やはり普通に打てばいいと思う。勝つのもいい、負けるのもまたいい。勝っても威張れないし、負けても威張れないものなのだ。いいか？わかったか？